皆さんこんにちは。あつこストロングゲストです。今回ご紹介する本は、はい、こちらです。100万回の建築所野口健さんです、まあ、この方はあのアルピニストとしてとても有名ですが、いろいろな他にも活動されているんですね。で、この題名なんですけれども、まあ、100万回昆虫ーと言っているのには、いろいろ訳がありまして、 えとこの方はですね、えー、とお父様は日本人でお母様が、えー、と4カ国の血を引くエジプト人ということでこのようなちょっとエキゾチックなお顔立ちなんですね。でやはりですね、まあ、日本の社会今でもそうかもしれないですけれどもちょっとこう目立ったお顔立ちとかされてると、まあ、敬遠されたりしてしまうわけですね。 でまあ、石を投げられたりとかあの小さい頃につらい思いをしたんですけれどもそこをですねまあバネにして、まあ、今の野口さんがあるわけです。でですね、まあ、この方はお母さんもそういう方なんですけれどもお父様はですねその東京大学を出て外交官になって、まあ、ここでまあ明かすのもなんですが外交官は人を騙すのが仕事だからということをですねあの野口さんに言って、まあ、育てたようなんですね。 で、まあ本を読んでいくとわかるんですけれども、このちょっとですね、破天荒なお父様の、あのー、考えが非常に、あのー、野口健さんにあの伝わっているような気がします。もうですね、あのー、読んでいてちょっとこちらも辛くなるような場面もあるんですけれども、やはりですね、それを乗り越えると人間強くなりますので、まあ私がこのぐらいできるかということには疑問がありますけれども、少しでも参考にしていきたいと思います。 はい。今回もご覧いただきましてありがとうございました。またですね、この野口健さんのように力強く生きられるような本がありましたら、こちらでご紹介しますので、次回以降もまたぜひ見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。